さよならピンク自転車の巻。おはようございます。バクコミの周作でございます。いやー、ちょっと困ったことがありましてね。さっきね、僕の愛車に乗って仕事に行ってきたんですよ。ピンク色のチャリね。そしたらね、なんか後ろのタイヤがおかしいなと思ったらパンクしててね、仕方がないんでね、帰りに近所のチャリンコ屋さんに行ってちょっと直してもらおうかなと思って置いてきたんですわ。まあ、ただのパンクだったら穴埋めるぐらいでいいんでしょうけど、なんかね、もう結構古いんですわ。もう7年ぐらい乗ってんのかな、あれは。だからチューブとかタイヤごと変えるといくらかかるんだろうな。ちょっとこのタイミングでの出費は痛いな。とりあえず自転車のおばちゃんはね、1時間後ぐらいに取りに来てねって言ったんで、そろそろ時間なんで、ちょっといくらかかるかわかんないけど行ってきたいと思います。あれば。どうも、あの先ほどは。あ、自転車。これちょっと。そう。ダメだったやっぱり。え？ダメ。やっぱダメそうでした。これ。何本も出てて。ああ、なるほど。もうこれ変えられない。そっかそっか。そういうことで直しませんでした。タイヤまで帰りたら7、8分ぐらいになっちゃうんで。あれまあ。だから帰ってもう自転車ね、中古車の探して。いい機会だからちょっといろんな自転車見ようかなと思って。直しはうちでやるから、安いの欲しかったら安いの買ってきて。なるほど。新しいの探してくるんで引き続きいろいろお世話になります。ありがとうございます。お引き取りください。ついにこいつ寿命だよ。すごい、まさか他の自転車屋さんで買った方が安いよって言われちゃったから。早坂サイクルだ。あー、はい。この裏あたりにあるはず。あ、そうなんですね。行ってみようかな。行きましょうか。買うしかねえもんな。そうですね、もう。買ったよ。買いましたね。じゃあすみません、はい、この子よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。見てお店の方がほら、ここにちょっと傷がついちゃってたのって。あ、だからこれちゃんと修理するか、もしくは何かサービスしますって言ってくれたから、サービスを選んだよ。ほら、おお、鍵つけてくれたよ。いいこと聞いたよ。はい、俺ね、はい、前はさ、ピンク色のチャリンコにピンクの鍵つけてたじゃない、はい、合わせておしゃれだなと思ってたんだけど、はい、違うんだってよ。こうやって全然違う色の方が、はい、あ、鍵つけてるなって分かるから防犯になるんだって。なるほど。これ一個勉強になったわ。おー、なるべく自転車の違う色のものを買った方がいいんだって。そうだったんですね。ただいま。なかなかの出費になってしまったけれども、仕方がないわな、7年も乗ってたし。まあ、その分ね、気分も一掃してまた心地よくチャリンコに乗れると思いますんでね。せっかくなんで新しい愛車に名前を付けました。名付けてピンク2号。まあ、ピンク色じゃないんだけどね。なのでね、街中でオレンジ色のピンク2号に乗っている周作を見かけたときは声をかけてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あれば。